デメルの外観デメルはオーストリアのウィーンにあるカフェ、洋菓子店。多くの観光客が訪れ、ウィーン市民にも愛されている。シンボルマークにはオーストリア・ハンガリー帝国提出、王室御用達であったことを示す相当の足が使われている。日本店であるデメルジャパン株式会社は上野風月堂が出資をしている。 ウィーンのデメル1786年にビュルテンベルク出身の佐藤菓子職人ルートビヒデーネがウィーンの当時のブルク劇場の楽屋口の向かいに開いた店がデメルの始まりである。当時のウィーンでは物珍しかったアイスクリームを売り出して注目を集めた。ブルク劇場に併設されている博物館には当時デメルが使用していた配達用のワゴンが保存されている。 ルートビヒが亡くなった1799年に店は王室御用達の菓子店に指名される。ルートビヒの息子アウグストは正界への参加を志し、店の職人長であるクリストフ・デメルに店を譲り渡した。19世紀のウィーン宮廷では晩餐会や舞踏会の席ではデーメルの菓子職人が借り出され、食器類が貸し出された。当時のウィーンの上流階級の女性たちは、 デメルの歌詞を好み、フランツ・ヨーゼフ一世のコーヒー、エリーザベとクレメンス・フォン・メッテルニヒの孫娘パウリーヌ・フォン・メッテルニヒらが足しげく店に通った。1888年にブルク劇場が取り壊された後、デメルは現在の所在地であるコールマルクと14番地に店を移した。1930年代にホテルザッハーへの援助の見返りとして、デメルは料理人。 フランツザッハーの孫であるエドマンドザッハーからザッハトルテのレシピと本物を冠したザッハトルテを売り出す権利を買い取った。秘伝のはずのザッハトルテのレシピが料理書に掲載される事件が起き、後にデメルは本物の名を冠したザッハトルテの商標権をめぐってホテルザッハーと法廷で争った。裁判にあたり料理研究会外に 歴史家や古文書学者も法廷に召喚されて証言を行った。甘い七年戦争と呼ばれる七年以上にわたる法廷闘争の末、1962年にデメルにもホテルザッハーにも双方にザッハトルテを売り出す権利を認める判決が下された。デメルのものはデメルのザッハトルテ、ホテルザッハーのものはオリジナルザッハトルテとすることとなった。判決後も デメルを支持する者は多く、現在もデメルは、デメルのザッハトルテを製造、販売している。ザッハトルテとアンナトルテなどの各種のトルテとシュトリューデルが名高い。カップケーキの中にホイップクリームを詰め、さらにチョコレートでコーティングした焼き菓子、インディアーナーも、デメルの名物として知られている。コーヒーエリーザベトが好んだスミレの砂糖菓子は、現在でも店頭に並んでいる。 デメルは高品質の材料にこだわり、得意分野をことにする職人たちがそれぞれ自分の専門分野を担当している。職人の技術はウィーンの菓子店の中で最も洗練されていると評価されている。店内の厨房はガラス張りになっており、職人が菓子を作る姿を見ることができる。接客を担当する女性店員はデメルレディと呼ばれ、 かつては、職業女性の憧れだった。デメルレディはドイツ語、英語、フランス語の3カ国語を話し、ウィーン宮廷の礼儀作法を身につけている。エビーマナベ、料理と、酒、オーストリア、ピーサン、121、サブスト、インターネットクエル、ウトア、イコールロランミシュック HRSG イコール、ハンデルソーブラッド URL イコール、httpww. ハンデルソーブラットド,ドットコム、ジャーナル、ナハリヒ店ヒアウォーデアカイゼルくんで643,276%、7区タイトル、イコールヒアウォーデアカイザーくんで、データムイコール12、ジュリニッセン,サンツグリフイコール28、MRZ2016 への風月と、会社案内より、ハット AB ウェクスバーグ、オーストリアハンガリー料理、P170ABC 石田、 ハプスブルクプリンセスの宮廷菓子、PP105 から107デメルの歴史地球の歩き方編集室、ウィーンと、オーストリア2012から2013年版、P150 エビー23様、お菓子の歴史、P362 エックスバーグ、オーストリアハンガリー料理、P179 地球の歩き方編集室、ウィーンと、オーストリア2012から2013年版、P151、 デメルレリ、ありがとうございます。